はい、どうもケントです。今回はビックリマンについてお話ししようと思います。皆さんビックリマンといえばやっぱりこれを思い浮かべますよね。ちなみにこの T シャツはファッションセンター島村で売れ残って投げ売りされてたのを買ったんですけど、いい年こいたおじさんがこの T シャツを1枚だけレジに持って行った時のレジ打ちの若いお姉さんの視線がなんかちょっと痛かったのは気のせいでしょうかね。で、1985年の8月にこの悪魔 VS 天使シールが発売されたんですけど、当時確か1個30円で売ってたので、結構安いんでね、大人が、いわゆる大人買い箱で買っていっちゃって、シールだけ中から取り出してその残ったウエハースのチョコ、あれ美味しいんですよね。あれを、公園のゴミ箱に大量に捨てていくというそういう問題も、社会現象になってましたよね。さすがにちょっとそれ拾ってね食べるという勇気はなかったですけどね。で、そんな一大ブームを起こしたこの悪魔 VS 天使シールなんですけど、僕みたいな団塊ジュニア世代にとってはそこまではハマらなかったと思うんですよね。で、どうしてかというと、僕自身も確か小学校高学年ぐらいだったし、中にはね中学生になってた人もいるかと思うんで、そもそもそのシールとかに興味がない年頃だったっていうのもあるし、あとはちょうどファミコンが発売された時期だったので、みんなファミコンに夢中になって、もうシールとかは全然興味なかったって人も多かったと思うんです。で、僕自身もこの悪魔 VS 天使シールになってからはもうほとんど多分ビックリマンチョコ買ってないですし、でもPC エンジンのビックリマンワールド、あのゲームすごく好きだったので、そのゲームの方でこの悪魔とか天使の名前は結構覚えましたけどね。で、そんな世代の、いたずら盛り、つまり、幼稚園とか、小学校低学年、その頃に、初めて、ビックリマンチョコが、発売されたんですけど、今回はその初代、ビックリマンチョコのシール、ドッキリシールというのを紹介したいと思います。ではドッキリシール見ていきたいと思います。ででん。はい、ちょっと机に並べてみますね。皆さんはこのシールに見覚えありますか？僕は実家の部屋という部屋にこのシールが貼っていたと思います。むしろ貼ってない部屋を探す方が難しいんじゃないかなっていうぐらいこのドッキリシールだらけでしたね。だいたい壁とか襖とか、あとこたつ、冷蔵庫とかいろんなとこに貼ってたんですけど、そんなにうちの親怒んなかったんですけどね。だけど唯一怒られたのが仏壇に貼った時は本当うちのおかんカンカンになって怒ってましたね。いや罰当たりな子供ですよね。このシールね、裏も文章が書いてて結構面白いんですよね。ちょっと見てみましょうか。お父さんのメガネに貼る、お父さんかけてドッキリ、お母さんそれを見てびっくり、お目玉食うかな。シャレになってますね。ダジャレですよね。兄弟の前に貼る、お母さんつまもうとして、あ、またやられた、ヘアピンだけに今度こそ頭に来る。これもシャレですよね。ガラスのコップに貼っておく、汚いなぁと一生懸命拭いても取れないのだ。ダジャレちゃうんかいこれ。ガラスのコップに貼っておく、汚いなぁと一生懸命拭いても取れないのだ。これ別にシャレじゃないですよね。ただの説明書きです。
で、この初代のドッキリシールからもう大ブレイクした悪魔 VS 天使シールに至るまで、何種類かいろんなシールが出たらしいんですけど、まあ、どれも結構そんなにパッとしなかったらしくて、あんまりなんか馴染みがないらしいですよね。僕も何枚かなんか家に貼ってた記憶はあるんですけど、そんなに印象に残ってないですね。やっぱりこのドッキリシールが一番印象に残ってますね。はい、こんな感じで、今回は懐かしのドッキリシールを紹介しましたけど、皆さんのお家にはこのシール貼ってましたかね。そんなわけで、ご視聴ありがとうございました。